テクラドとジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、デイ1やっていきたいと思います。4月シーズンのデイ1ですね。42対39ということでね、相手も結構取ってきたところなんですが、42点スタートで、まあ、順当に言ったら3ミスなんですけど、星11本というところでね。なので、13前回かな？はい、というわけでね、前回数も多いのでね、ささっと見ていきたいと思います。まあ、一通りね、みんなのリプレイとかも軽く目は通したんですけども、なぜかね、このルートライダーがね、弱体化入ってからね、ルートライダーの数がめちゃくちゃ増えました。なんででしょうね、ルートライダーの数が増えましたね、弱体化されてから。ルートライダーラッシュっていうのが非常に増えたっていうところなのと、まあ、環境的にはやっぱ 5V5 が時間勝負になることが多いので、まあ、こういう時間がね、早く全開取れるルートライダー編成の習得が必須ということで、あと多くのねトッププロたちがレジェンドリーグですらこのルートライダー編成で回してる今現状なんですよね。まあそういったところもありまして、まあうちのメンバーは 5V5 でかなり上位のねプレイヤーが多いので、みんなこぞってルートライダー編成を練習中で、まあこういう風にねレジェンドリーグのみならずリーグとかでも一緒にやって攻めていくとかいう感じになってますね。まあどんな配置であっても、まあ基本的に入りの正解とかヒーローとか能力のタイミングみたいなところのを的確にやってあげれば、どんな配置でも大体全開取れてしまうのがこの編成の強みなので、まあ、そこが多く採用されてる理由になってるのかなと思います。まあ、基本的にはトームで入って、レイジと乗っけておくと。で、ここは、オーバーグロは、タウンホールは殴らせておいてから消していきましたね。まあ、オーバーグローはやっぱり強い呪文かなと最近どんどん評価上がってまして、まあ最初の方はね、使い方わかんなくてみんながどういう感じで使えばいいんだろうみたいな感じのね、なんかどうやって使うんこれみたいな感じだったけど、今なんかこれが正解って感じもなんかなかなか見つけづらいような正解が見つかりましたね。一つの正解としてかなり強いんですよね。このタウンホールを隠していって、タウンホール外のところをね先に削っていくっていうやり方、僕もねクイヒのルートライダーで結構なんかこういう展開になることもあって、クイヒですらこの使い方が結構強かったり、タウンホール隠したりとか、タウンホールを壊した後の裏の施設を削って隠してあげるみたいな使い方。今回はシューターの中のバルキリーがなんとタウンホールを追ってくれましたね。ギリギリでしたが、なんとか前回まで持っていきます。なんか今まではこのルートライダーにオーバーグロー入れるのって時間のためみたいなところもある程度入ってるのかなと思ったんだけど、時間とかじゃなくて普通に性能的にもオーバーグローの方が強いみたいなことが最近見てて思うし、やってみても思うなって思います。はい、まあ、サブアカの方でね、この編成を僕も触り始めたんですよ。まあ、ルートライダーラッシュなんですけど、まあ、元々タウンホール16上げた手でオーバーグロー使えなかったんですよね。持ってなかったんですよね、呪文向上のレベル的に。で、解放してもレベル1っていうところでオーバーグローの呪文を使わないヒール型のルートライダー編成使ってたんですけど、実際やってみたらオーバーグローのが圧倒的に強いですね。やってみて、比べてみて分かったことです、これは。どんな配置でも、こうやってタウンホールが端っこにある配置はこういう使い方すればいいし、高火力エリアを最終点にしてあげるみたいな、こういう使い方、これがね強いっすね。びっくりしたことにタウンホール打ってもいいし、タウンホール打たなくてもいいから腐ることがなくて、なんか強いんだよね。具体的に何が強いのかなかなか難しいんだけど、説明するのは強いんですよね。やればわかるこの強さみたいな感じで、結果的には今回も、まあ、モノリス区画を隠して終点にしていったところなんですけど、まあ、ジャイアントガントレットがやっぱ強いから、真ん中のね、火力の高いところを一度消して、ガントレットをその火力の高いところに合わせてあげるみたいな使い方しつつ、まあ、ロイヤルチャンピオンも黒く持ったようなもんだからね、このホグがね、めちゃくちゃ強いんだよな。まあ、要するに、ルートライダーを、まあ、トーム、レイジ、ドッカーンといった時に落とされないことが大事。盾として剥がされなければ、ヒーローの能力を温存した状況で生きれるんだよね。それが、最終的にヒーローの能力を残して隠してた、オーバーグローで隠してたところに集合できる要因になってるのかなと思いますね。やったくん、本赤だけどオーバーグローまだレベル3なんだね。ファンストしてない。クイーンを外周流しつつ、反対サイドは10日兵舎。
これもね、ある程度形としてなんだろう、いくつかパターンあって、あ、タウンホール隠していきましたね。まあ援軍がね、アイゴレとかだ、まあクイーンのサイドカット力が強いからクイーンを外周部投げる形が今普通に強いのかな。僕とかがね、サバカで攻めてるような環境だと、そんなにね、あのルートライダーを意識した配置とかもね、敵に出てくるわけでもないので、そうなると逆にクイーンは内側入れた方が強かったりもするんだけど、これもね、うまいコントロールでキングをしっかりタウンホールのところ現れたタイミングでガントレットをね、合わせられるような準備をしてあげつつ、ロイヤルチャンピオン能力残ってて、クイーンもしっかり外周部穴開けさせて進ませて能力残っててみたいな感じで、呪文も大量に残っていい全開ですね。まあ止まらんよな、みんなこの編成使ってるんだけど、ちょっとずつなんか変わってたりするのかな、配分とか。とりあえずスーパーバーバリアンは裏に持っていけると時間も早くなるし強いよねみたいな感じですかね。キャスリーさんスーパードラゴンということでね、唯一のドラ族入っております。スーパードラゴンの採用ですね。シューターのターゲットを迫撃砲、アーチャーとバーバリアンで拾ってあげて、6時の対空砲がターゲットというような使い方になっていきます。スケルトン3枚採用ですね。まあ今みたいな感じでね、ルートライダー編成っていうのがすごいめちゃめちゃ流行ってるので、防衛援軍が全体的にアイスゴーレム率が8割を超えるんじゃないかな。レジェンドリーグでアイゴレ出てこないことってほぼない、ラバハント出てくることほぼないな。9割くらいと言っちゃっていいかもしれないね、レジェンドリーグに関しては。レジェンド以外だと、まあ対戦とかグランリーグとかだともうちょい下がるかな。防衛援軍入れるのめんどくさいっていう理由で、簡単なね、ラバハンドとかなんか関係ない援軍とか入ってるのはたまに見るって感じなんで、クイーンをサイドカットに使いつつ、かなり細い面でスーパードラゴン進めていきますね。一気のトーム入れていきます。でここからキングも合流しつつ、ジャイアントとか出しつつって感じですね。でレイジレイジインビジブルタワーあるので、ここは一度解除させられていきますね。でポイズンタワー、反対サイドはポイズンタワーというところで、フリーズをタウンホールのところかけていきつつ、スーパードラゴンとかドラゴン系はね、この後出しの呪文がめちゃめちゃ大事なんでね。ただ真ん中の方もなんとかこれはスーパードラゴン落としきることができつつ、ケルトンがね3枚持ってきてたっていうところで、モノリスのターゲットを拾い続けるような感じですね。インフェルノタワーもね、折られているところなので、スケルトンの呪文も活かされやすいというところ。イクスケ出てきたんだけど、スーパードラゴンも一緒になって処理をしてくれました。キングクイーンも能力残ってますね。キャスリーさんのキングはガントレットじゃないからね、吸血ヒゲなのでなかなか落ちないキングが作られています。あとフリーズもう1枚ある状況なんですけど、ここはとどめのフリーズをかけていきつつ、ピストなんだけど迫力ねえなこのピスト。バーバリアンだけがレイジで走っていく、バーバリアンだけが走っていく。キングの方はすごい遅いですね。ロイヤルチャンピオンが代わりに早いと。なんか弱そうだなこのキング。ガントレットじゃないキングの能力弱いな、見た目が。さあ、ひろやすさん。おお、編成もめっちゃシンプル。もはやもう他のユニットは積まないというような形ですね。まあ、バルキリーとルートライダーと、あとは、見習いウォーデンのみという形ですね。配置的にも結構、やばいタイプの配置なので、ここはクイーンは外周に流すようなイメージもしてるのか、内側にパッと入れてるところを入れると、クイーンは外周部から内側に入ってほしいみたいな使い方になってるかな今回は。ヒール採用されてって、レイジがないのか。あ、呪文の構成がちょっと他の人とは違いますね。援軍に関してはなんかさっきも言いましたが、アイゴレとエレクトロタイタンなんですけど、ほとんど見ることがないかな、こういうような援軍は。で、ヒールからのヒーリングトームで、かなり回復量を増強するような使い方。中心部結構レイジかけても良さそうな区画なんですけど、スケルトンの呪文を4枚採用してますね。裏どうだろうな、タウンホールが起動するような感じになってくるので、スケルトンを置いたところで速攻で処理されちゃうところもあるから、ちょっとスケルトンよりは、レイジとか、回してもよかったかもしれないですね。まあ、いつも回してる編成がこれとかなのかもしれない。まあ、でも実際でもだいぶ刺さってはいるね。タウンホールをオーバーグローで隠してる隙に、ここ、インビジブルか。インビジブルターなので、
ガントレット解放しましたが、ダンホールがいなくなりました。ただユニットの暴力がすごいですね。数の暴力すぎるな。ダンホールはヘイスト薬で一気に突破しつつ、ルートライダー、ホグライダー、バルキリー、グイーンも能力を残して、すごい量の能力残ってますね。レイジなしでも成り立つんですね。さあ星さん、71天才のラバルに、おお、スーパーバーバリアン9体も入ってますね。かなり入ってる。スーパーバーバリアンは普段からレジェンドリーグでも解放してるんですかね、これは。さあレイジは、うん、投石レイジタワー、対地クロス大工かな、覆っていきましたと。レジェンドリーグ解放してる説はあるかもしれないですね。スニゴブとかの方が基本は、ね、ウォールブレーカーとスニゴブを天才ラバルの人は解放してることが多そうなんだけど。さあ、アイゴレ、キングクイーンとすかさず展開して、スーパーバーバリアンも使って、まあ、大砲とか対空砲とかちょっかいをかけていくような形。さあ、巨爆の解除もしてくれましたと。ここはガントレット一気に潰していくことで、まあ援軍も出てきましたね。範囲ダメージがつくので、うん、クイーンが先に打つので打てない。キングは大きくなってるだけでちょっとうろちょろできなかったですね。うん、ここで一発範囲ダメージが入って、対地クロスも相当 HP 削れていきました。ここから反対サイドスーパーバーバリアンでの削りも入れて、こっちジャイアントからのスーパーバーバリアン。なるほど。ウォールブレイカーちょっと内側ついちゃったんで、おー、早いですね。ここはクローク採用していきつつ、30上のところからロイヤルチャンピオン使っていって、これターンホールまでワンチャン拾えたいのかな、どうだろう。クローク採ったところ考えると、マルチまでかな。突撃艦でターンホール見たいような流れになるかなと思いますね。そしたら、うん、突撃艦投げつつ、一気にトームで押していくような感じ。いろんなユニットをトームに一緒に入れていくと。ナイストーム。さあ、ロイヤルチャンピオンもホグライダーを生み出して、中心モノリスのとこ突破できてますね。ロイちゃんにもかかるレイジ打てたのうまいっすね。今、相手のロイヤルチャンピオンとね、ぶつかるところ、ここは、フォックスも生きてたことで、ロイヤルチャンピオンが延命されつつ、後ろから、8時、7時というべきか。ラバハウンド終了ですね。圧倒的。うん。強い。華麗なラバルも今まではねかなり見れたところなんですけど、スミス、ヒロヤさん、クラウスとかその辺もろもろ全員ねルートライダー映っちゃいましたからね。これは逆に星さんぐらいしかラバルを人がする人がねいなくなってしまったのかもしれない。さあ、クラウス圧倒的速度ですね。1分10秒ぐらい。ここから一気にルートライダーほぼユニット出していって、ここもスーパーバーバリアンがかなり多めに12体とか持ってきてますね。あと、岡弊社型。さあ、ここでトームを入れていきます。レイジの枚数が多い。まあ、ルートライダー採用することが多いんですけど、あ、ルートライダーじゃねえや。オーバーグローをね、使うことが多いんですが、ここは使わない形ですね。あれ？あ、援軍見逃しました。使いますよね。使わないわけがないよね、みたいな感じになってるんで、ちょっとびっくりしたんですけど、普通に見逃しでした。申し訳ないというところで、まあ、タウンホール区画のところしっかり、タウンホール以外のところはね、まずオーバーグローで隠れてないところはマルチ IT のみというような状況になりました。タウンホールの方にロイヤルチャンピオン吸い寄せられていって、中央変なところをロイちゃんが歩いていく。ポジショニングすごいですね。見習いウォーデンとかやばいとこ立ってたよ、これ。で、ここロイヤルチャンピオンがフォックスかかるタイミングうまいしね、見計らっていって、そこにレイジ、フリーズもかけていきつつ、タウンホールの方に再集合という形。ユニットさえしっかり延命できればね、こういう形でね、集合できるんですよね。さあ、クイラバ一筋にやろめさん。あ、普段の対戦では、あ、バルソのリクスケ。変な外周部たくさんありますね。地味にシューターがダメージを受けてしまったところが嫌なところですが、シューターのセットをしてからクイヒースタートしていきます。まあ、ヒーラーも撃たれてしまうような角度から始まるっていうところも警戒して、ここはレイジスタートでヒーラーつけるのを遅れていきましたね。下の方はテスラチェックの意味合いもあるスニゴブを投げていきます。タウンホールの方、そうだよね。つなぎたいって感じですよね。インビジブル、ロイちゃん処理してインビジブル処理とかなのかな、これは。
宝石だけ拾って戻ってもらう？どうする？これ難しい感じになっちゃったな。どっちにしろこれでも戻ってくれるか。ヒーラーがぶち行かれるだけだ。痛い。ヒーラーがこれは2体 ?1 体 ?1 体 ?2 体ちょっと分かりづら。1、2体になっちゃいましたね。タイチクロスボウは一度フリーズかけないと厳しい感じのヒーラーの数になっちゃったけど、どうする？これかけないのか。クローク。クロークアイゴレに溶かされちゃうのが一番もったいない気もするんだけど。ここからキングで外周部。アーチャーターのターゲットを取る目的があるかなと思います。で、タウンホール打てるようになりました。レイジまでかけていって、フローズンアローついてるのでタウンホールの方は突破できちゃうんですね。このヒーラーの数で。で、マルチ IT まで綺麗に折ることができました。ラバルはなかなかスタートしませんね。6時にロイちゃん置いてからラバルパート下側、おお、ウォーデンバッテンマークを書きつつ一気のストライカーヘイストトームです、まあ、キングが結構距離近いんでね、これキングからクイーン処理にストライカー飛ばなきゃいけないというところで、早めにキング処理を終えたい期待。クイーンの方にかかるストライカーはここトームかからないところですね。追加で出していったところがクイーンをしっかり処理してくれる。で、6時の方はロイヤルチャンピオンのみで突破することができましたね。バルーンも追加してましたが、そうするとロイちゃんの能力を残した状況で最終区画というところ、まあ、クイヒーのもともと考えてたルートっていうのがめっちゃ強かったので、途中でね落とされちゃいましたが、キングもしかしたら別の使い方考えてた可能性はありますね。これどうなんでしょう。レビドラとか持ってたので、アーチャーターのターゲット取るだけならね、そっちでもできたので。さあ、コマくん、コマくんもルートライダー編成というところで、まあ、本当に 5V5 というか、その辺のね大会に出てる人はみんなこれやってますね。やばいね。陸相手もかなり対策はしてるというか、罠はすごい。レイジレイジ置いていって、アイゴレにポイズンからのフリーズかけていきたいところですね。この超高火力エリアを突破しちゃえば、裏側ってアーチャータワーとか大砲とか、まあ火力が高いところで言うとヒーローとタウンホールとマルチアーチャータワーっていうところで、ここはさすがにそうですね、あれじゃないですね、なんだっけ、オーバーグローは持ってきてないところですね。上がちょっと残っちゃったな。クイーンが戻ってそっちに対応してくれるような形になりました。まあ、スケルトンとかもいてね、オデンゾーとかマルチアーチャータワーのところはターゲット拾わせつつ、上側の方にクイーンが動いてくれたので、クイーンで12時をケアして、タウンホール区画はあとはキングとかロイちゃんで進んでほしいというところ。穴が開いてるのでキングがバカ強い。これはキング殴ったらタウンホール壊れたんだけど、何それ、なんか折れましたね。今ので折れちゃうんだ。今の距離感折れるのバグレベルで強いな、ほんと。かわいそうだな、タウンホールが。さあ、ここからロイちゃんとクイーンが能力残ったところを能力解放していきます。HP 回復とヘイスト薬というところで、早いですね。タウンホール終点のプランなんですけど、序盤でね、高火力エリアに対してレイジートームをかけれることができるので、まあ、大体こうなりそう。さあ、デッサン。デッサンはクイヒーのルートライダー。デッサンはね、基本的には編成は固定せずに毎回編成変えてる人なので、まあ、どういった編成を採用するのかも見ものですね。まあ、ルートライダー系の戦術は、ルートライダー系というか、ルートライダーラッシュのね、戦術に関してはやりたいところというか、やりやすい配置に関しては、まあ、ほとんど、ユニット、なんだろう、あの編成やってる人が多いんで先に潰されそうなので、まあ他にもっと刺さりそうな編成をね、デスさんは選びそうな感じもありますが、どうでしょうかね。火力も高いのでここはフリーズ一発入れつつ、タイチクロスのターゲットが吸えるのでここはシューターを採用してるような感じですかね。クイーンと長弾大砲レイジに乗ってるところ、ここフリーズ重ねてあげつつ、クロスアロー、おお、3発目まで撃っていく。クローク絶対撃っちゃいけないんだよね。クローク撃つとシューターの方に対地クロスがターゲット吸われちゃうので。っていうのと、まあシンプルに火力高いからね。で、キングの方で、まあ穴消してったんだけど、テスラがちょっと厄介な位置に生えて、なかなかタウンホールにまで行くのに寄り道をしそうです。
火力高かったところ、これはなんとかシューターが第一クロスのところまで降りつつ、真ん中マルチ IT の方にクイーンは誘導できて、インビジブルで、いいインビジブル、キングをターンホールに誘導していって、クイーンクロークから、うん、ここもレイジを打つか微妙なところでしたが、クロークを打って一瞬でキングの処理を行っていきました。でクイーンとローを合流できたらめっちゃ強かったけど、まあクイーンの方に被弾は入らないので結果的には合流するような形になるかな。ストライカーを混ぜつつトームの構えですね。これはレイジからの一気のトーム、ナイス。シューター強いね。対地クロスから当たらないような形をずっと取ったので、マルチアーチャーターンのところまで攻撃が届くようになりました。から奥の超団体砲にフリーズ、まだレイジが残ってますね。まあ、基本的にはもうここまで残しているならば、まあここあたりをケアするようにあとは打つだけか。まあ中身なんだろうな、援軍の中身に合わせるみたいな使い方も出てくるかな。得意ヒーとかだけど、ウォールブレーカークランジをかけれたいな。うん、ロイヤルチャンピオン能力使って爆速ヘイスト薬、レイジも一発残ってる状況。クイヒールートがね結構タフなところですが、すごいいいルートだったところと、まあ、レイジも結果ね余ってますからね、あのクイヒールートで、まあ、フリーズはたくさん使ったんですけど、呪文を余せるぐらいの余裕になりましたね。さあガクリュートライダー編成ということで、まあ、本当にこの辺の人たちがみんなこぞって涙メンバーまでやってるっていうところでね、まあ異常事態というべきでしょうか、相当流行ってますね。うん、先月よりも圧倒的に使われてるよね。ただルートライダー1体だけをクイーンの盾にしつつ、ここ一気のトームかけてレイジから入っていきます。で、おお、クイーンの方のサポートもちょっと意識してるかな、これは。まあ、モノリスとかクロスボウのところをね止めてあげることで、タウンホールまでクイーンで簡単に取りやすくしてあげつつ、まあ、シンプルに火力の高いところを消していったというようなイメージですね。中央まだレイジ一発残しておく感じ。オーバーグローを使った後にねレイジ一発残しておくと非常に便利になります。クイーンはタウンホールを突破してクローク残ってる状況、まあクロークだけ打ってあと頑張れって感じかな。一応フリーズは打ちましたね。ポイズンにされちゃうのでって感じかな。さあ、ロイヤルチャンピオン中央能力解放、ホグを生み出しつつ、ヘイスト、グスリ、真ん中のクランジロの方にもスーパーバーバリアン飛ばしてますね。クローク、ここまで温存してクロスボウを与えて、クイーン延命できたのすごいな。まあ、割と見捨てちゃうところの方が多いかもしれないんだけど、ワンチャン生きれるようなタイミングっていうところでのね、呪文採用してったので、これ最後までクイーン延命したのね、偉いな。結構雑に捨てちゃってもいいシーンだったんでね、最後まで持ってったの偉いっす、これ。さあ、よっちさん、あ、そっか、小川よっちさんは、4V5 ね、僕と同じようにやってない人になるので、弟子さんとかもね、よっちさんとかやってない人なので、まあ、この辺は、おのおの好きな戦術をやる人たちになりそうですね。さあ、ここは、トッツウィズですね。ウォールブレーカーからの突撃艦ウィザード。強い、ぶっ刺し。まあ、シンプルに配置に合った戦術っていうのを刺していくようなことをしてるんじゃないかなと思うんですけど、かなり強いっすね。前もどっかの時にトツイズが採用されてた回があって言ったと思うんですけど、まあ、今の環境で突撃艦ウィザード対策されてる配置なんてほとんどないっすからね。これはぶっ刺さってるかなと思います。イーグル砲が大工とバトってますね。ちょっとアイゴリの処理だけ先に飛ばさせていただきます。キングの方でここはオデンゾンのタゲを取りつつ、タウンホールの方に入ってくれるような形を目指していくと、この辺もユニット出さずサイドカットなしでね綺麗に誘導してますね。うまいね。よちさんもね、まあ、忙しくて 5V5 は引退なさった身なんですけど、さあイゴレカからのクイーンの方も延命して、内側のマルチアーチャーターのところ拾いに行くようなイメージかなと思います。うん、アイゴリが飛んじゃった、まあ、クローク打てばここダブ取りできますね。超団体砲とマルチアーチャーとはナイス。クローク外周回って、これはあー、おっと、ワンチャンこれは普段やってるクイヒールートライダー編成のまんまなのか。レイジーですね。レイジージェム採用というところで、まあ、ラバルからするとあんま良くない
ヒーローギアなので、多分付け替え忘れかなと思うんですけど、裏からどんどんユニット出して、ロイちゃんがここは6時の方に向かってますね。リクスケに反応して、おお、移動移動、さらにリクスケを引き起こしていく。ここはブーメラン飛ばして終了という形になります。ナイス展開。うん、トツイズがマジでぶっ刺さってたっていうところと、まあプランニング的にね、うまいっすね。いいトツビズを刺して、キングの方もサイドカットなしでね、華麗な誘導でバックアドでした。バーサス、ラストアタックやっていきたいと思います。クイヒーのルートライダーということで、トカ弊社、あ、俺か、トカ弊社型ですね。まあ、こういうのはね、もうね、全部タンクイヒーでいいですよ。全部タンクイヒーでいいです。僕のね、メンバーシップ入ってくれてる方とかもね、この配置どうやって攻めたらいいですかとか、なんかいろいろ聞かれるんだけど、タンクイヒーできるやつ全部タンクイヒーでいいって全部教えてます。うん、これなんかタウンホール区画に迫撃砲とアーチャータワーと大工しかない上に、裏に物理座って食い火するのし、メリットがなんか薄そうなやつも全部何でもいいからタウン食い火で OK、 取れちゃう取れちゃうっていう風に伝えてますね。取れるんで、それでこのね、バリューそんな取れてないし、反対サイドに火力高いのね、固まってるよねって配置でもね、これでいけちゃうんでね、ルートライダー始めてあげてっていうような形で。ただね、ちょっと今回ね、思ったより余力が出ない前回になっちゃった記憶があるって感じ。ただ援軍の方は、うん、こっちに入って、トームをね、普段よりちょっとだけ早めに打ったんですよね。理由としては、二手に分かれそうになってしまったところっていうところと、援軍で被ってモノリスのターゲットを取り続けてくれること。まあ、今、死ぬとね、クイヒーの方にモノリスが移ったりとか、ちょっと、ルートライダー分かれちゃう感じになりそうだったので、やったんだけど、内側入っちゃったんだよね、ルートライダーが。あ、ここがあんま良くなかったのかな。で、この段階でルートライダー一体もいないんですよね、多分。いないよね。これがちょっと良くないなって感じになって、でもこっから全開取れちゃうのがね、ヒーローが強いって感じですよね。ウォールブレイカー繋いで、ここは穴開けてくれる人いないですからね。キングの HP 低いところをしっかり伸ばしつつ。さあ、ここからどうしようかって考えたときに、ここはロイヤルチャンピオンの方にヒーラースライドしてるので、ロイちゃんの方で延命するんですけど、シングルインフェルノとかね、終点の方が結構重いです。呪文をほとんどこっちに割くような展開を取っていきます。うん。ロイちゃんにレイジを置いて、ヒーラーでとりあえずロイヤルチャンピオンの HP をいかにも延命かけるかみたいなところに命を支えていくと。で、ホグライダーからのブーメランかけて、長弾大砲の方をフリーズかけていきつつ、裏からベビドラ刺して、まあ、かなりきつい展開にはなったんですけど、なんとかここ拾いに行くと。まる、このね、時間をロイちゃんで作れたおかげで、このフローズンアローを持ったクイーンが合流してくれて、ベビドラターゲットからのバルーン刺してとかいろいろやって、あとはゴリ押し全開ですね。あんま褒められた全開じゃないですね、これに関しては。まあでも言うて、結果ね、タンクイヒーしたらおこぼれですが、こうやって取れるんで、まあ、本当はもっと余裕に取りたかったし、取れてるんですけど、普段思ったより余裕力出なかったなってびっくりしてました。はい、というわけでね、星1は出ちゃったんですが、13全開スタートとなりました。42点、今の環境42点とかだと低いんだよね。43とか44とか取らないと最低でもって感じなので、自分たちが取れても、周りもみんな取ってるし、まあ、対戦相手によってはね、タウンホール16で揃ってないクランとか引けてるところもあると思うんでね、なかなか渋いっすね、今の環境。ね、上の方で直接対決できるわけではないですからね。そしたら面白いな。あ、なんかリーグ戦とかもね、現在の順位でマッチング相手が、だから7クランとして決まるんじゃなくてさ、7戦ありますみたいな方がもろいかもね。チャンプアン何クランとかわかんないけど、500クランぐらいと一旦置いて、500クランで総マッチングします。7クランを、まあ、1勝0敗同士で当たります。2勝0敗同士で当たります。みたいな。世界大会のね、スイス式みたいな感じでクランリーグやってったらちょっと面白そうだよな。ちょっと提案してみようかな。システム的にめんどくさいし、かな。ちょっとそのリーグ戦おもろそうじゃない？めんどくさいかな。だからちょっともうちょっとね、勝敗とか、なんかいろんなリーグ戦にも価値が出てくるかも。ね、勝敗とか。はい。だけでね、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またお会いしましょう。